ドッグスオアキャラバン .com 代理のシンです。今日はハセツネカップ、見事2位に入られた大杉選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。1日、経ちましたけど、振り返っていかがですか。初めてだったということもあって、非常に楽しめました。はい、楽しかったです。スタート前、結構サロンの方とのイベントの中でも、結構自信がありそうな表情だったんですけども、実際レースプランとしては思い通りって感じですか。いや、レースプランとしては自分自身の、自己挑戦ということで、タイムはそんなにしかしてなくて、自分の限界をしっかり出し切って、トレイルを楽しみながら走るということをモットーに走りました。走ってる間中、かなり余裕が感じられたんですけれども、第3関門まではすごい余裕というか、自分自身ゆとりを持って走れたんですけども、ただそれ以降、日の出山、あたりからちょっとエネルギー切れになってしまって、すごい足がもつれてしまって、何回も転倒でなかなか難しいなと、思いました。第3関門あたりから、だいぶ、差が詰まったりとか、そうです。周り の、ボランティアの人から、最初12分差って言われたんですけども、10分差、6分差で、最後の方で2分差って言われて、すごいちょっと欲が出てしまって、ガッと行こうと思ったんですけども、やっぱエネルギー切れてしまって、追いつけなかったと。そこは来年ちょっと修正課題として、仮説明を走るにあたってはしたいと思います。普段は、自衛官されてるんですか。普段はどういったトレーニング。自衛官といっても、その仕事中走れるわけではない、職務についてまして、普段は朝5時から、平日であれば5時から10キロ の、 ゆっくりキロ、1キロあたり5分ぐらいのジョギング、あと、仕事が休みの時は朝の4時ぐらいに起きて、3時間ぐらいトレイルを走ってます。今回、大阪からいらっしゃった、大阪勢が、関西勢大活躍、今後、関東の、そのビッグレースへの参戦のご予定っていうのはあるんですか。来年度は野沢温泉マウンテントレイル、今年も走ったんですけども、ちょっとミスコースをやらかしてしまってそれにちょっとリベンジをしたいっていうことと、やっぱりハセツネ、今回、タイム結構良かったんですよね。来年はその大会記録を、目標として走りたいなと思ってます。今回1回走って手応えは得られました。手応えは得られました。エネルギー切れさえなければっていうことで、そういう感じで頑張りたいと思います。大会記録、今回東さん、7時間19分、来年はぜひ、それを目指して、トレーニングを積んでいただいて、また帰ってきていただいて、ありがとうございます。頑張ります。本日はどうも、ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。